はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、それでは本日はこちらですね、ビッグフライヤー、これをやっていきたいと思います。はい、プレイ。はい、さあ、それじゃあやっていきます。7枚でキープ、はい、ターン終了。はい、サソリ。さあ、平地を持ってきて、天球の見張り。忘却の虚像、土地を出す。はい、圧倒的洞察。さあ、ダック。さあ、ワンドローできれば島を引きたい。島じゃない、平地を引きたい。さあ、めっちゃ狙われてんな。はい、これは仕方ないですね。平地を引きたいな。はい、ターン終了。お、紋章機か。これは結構厳しいな。きついぞ、きついぞ。圧倒的洞察、アタック。さあ、カード引く。平地来い。平地が来ない。はい、翼ある言葉。お、平地来ましたね。ありがたい。残忍な騎士。結構厳しいよね。さあ、軍団の天使。悪魔の法要。結構やばいな、これ。ブロック。いや、これはやばいだろ。空猫の君主。威迫が厄介だな。
いや、崇高な典型でどうこうしてもしゃあないな、これ。はい、ブロック。ちょっと厳しすぎないですか、これは。はい、夢さらい。はい、ターン終了。さあ、夢さらいがブロックにさえ参加できればという感じですけど、一回止まってくれたらそっから押していけそうな感じもあるんですけどね。とりあえず一回止まってほしい。一回はい、悪魔の法要。殴ってくるか。まあ、ブロックします。さあ、次のターン8点食らうんだよね、これ。いや、でももう殴れだな、これは。さあ、アタック。さあ、これで、5点回復。はい、ターン終了。さあ、夢さらいを増殖していきましょう。はい、崇高な典型、呪文打ち消す、戻す。はいはいはい、どっちでないパーマネント。はい、プレイヤー1人。さあ、これはもう勝ったでしょう。はい、対戦ありがとうございました。
さあ、対戦相手先行、はい、7枚でキープ。さあ、島出してターン終了。さあ、天球の見張り出してターン終了。地獄界の夢かっていうことは、まあ、コンボデッキ。小凧の僧侶を出して、さらに管理人出して、さあ、アタック。さあ、一気に殴っていこう。なんと、結構がっつりやってくれるな。さあ、空猫の君主、はい、アタック。もう完全にコンボ狙いかな。アタック、はい、ターン終了。ニクスの睡蓮、ああ、なるほどね。まあ、これは仕方ないね。急乱のトリックス、はい、ブロック。さあ、ニクスの睡蓮戻して、さあ、アタック。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。さあ、ホダコの僧侶からいきましょうか。さあ、悪魔の触光、別にブロックしましょうか。はい、はい、空猫の君主、さあ、工作。さあ、次のターンこれですね。高尚な否定構えながら動いた方が良さそうですね。土地を出して、アタック。追い患いの野獣、まあいいっすかね、これは。
今のところミドタンって感じですね。さあ、アタック。はい、ターン終了。ガーガロス。高尚な否定。さあ、これで、恋煩いの野獣が殴れなくなりましたね。どうしようかな。こっち先出そうか。さあ、アタック。しかし、こいつの能力でガーガロス持ってこれるのか。それはそれで結構厄介だな。さあ、水晶壊し。工作。いや、なんかもっとでかいの持ってこられそうだな、これ。ああ、もうそれだったら全然ブロックしましょうか。もっと待てよ。ダメだね、これ。ターン終了。あと、高尚な否定がもうこれ全然通用しないか。まあ、水晶壊し殴ってくる分には仕方ないか。あとハンドが1枚。さあ、飛行クリーチャー出して。うん、厳しいな。さあ、空猫の君主。さあ、1体アタック。さあ、土地を出す。はい、ターン終了。はい、ヨルボ。もうこれもカウンターできないからね。わー、コグ、あ、でもコグラ待てよ。これはカウンターできるか。はい、高尚な否定。さあ、ブロックしない。残りライフが10。さあ、悪残の天使。はい、攻撃しない。ジョルレイル。さあ、お相手多分これは殴ってこれないでしょう。さあ、これはでももう勝てそうな感じですね。こいつなんだっけ？はいはいはい。さあ、土地を出す。アクザの天使殴るか。さあ、アタック。ターン終了。
はい、崇高な典型。土地でないパーマネントを戻す。ドイツだ。ヨルボ戻すか。悪残の天使。プレイヤー一人。さあ、これはもうどうしようもないでしょう。はい、対戦ありがとうございました。はい、さあそれではやっていきます。さあ7枚でキープ。さあ、ホダコの僧侶。はい、天宮の見張り。うん、骸骨かなんか飛んできそうですね。アタック。はい、ターン終了。ショックか。イゼットスペルですかね。え、翼ある言葉。ん？割と意外な展開ですね、今の。はい、天宮の見張り。さあ、ダック。はい、ターン終了。さあ、謎変化。めっちゃチェックされてる。やっぱショック飛んできましたか。さあ、さあ問題はあともう一個1マナなんかあるかですね。ちょっと非常に攻撃がしにくい状態にされましたけども、さあ平地持ってきます。はい、翼ある言葉。次。ターン終了。まああんまり慌てることはないでしょう。はい、選択。はい、ブロックしない。さあ土地を出して、さあアタック。お、ここにショック使ってくれるか。まあそれはそれでいいか。クリーチャー並べていくか。はい、リンバーラ。はい、ターン終了。おお、火の予言。
高尚な否定。すごい火力ですね。一旦終了。さあ、つかまし借りて。はい、オッケー。さあ、相手のハンドが2枚。引っかく鍵爪。さあ、トリックス。はい、ブロック。さあ、アタック。空猫出しとくか。はい、空猫の君主。はい、ターン終了。はい、選択。さあ、謎変化がもう一個。さあ、トークン出して、まあここはブロックせずでいいでしょう。はい、いい感じですね。さあ、アタック。はい、ターン終了。次のターンに崇高な典型でこいつの能力もいけるのかな。誘発型もいけますね。燃え殻、うん、利点ダメージを与える。さあ、珍しい、全部選択します。土地でないパーマネント、あなたがコントロール、あ、違う、ちょっと待ってよ。はい、さあ、同時にいろいろ起こりますよ。とりあえず謎変化はクリーチャー化せずで、クリーチャー化する方はバウンスって感じですかね。そしてカウンターができないと。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それじゃあデッキ紹介いきます。はい、ビッグフライヤーということで、ホダコの僧侶が3、高尚な否定が2、
圧倒的洞察が3、空猫の君主が2、天宮の見張りが4、イーボ島の管理人が2、厚かましい借り手が2、神秘の論争が2、翼ある言葉が3、開門の擁護者リンバーラが2、軍団の天使が1、エルズベス死に打ち勝つが1、悪残の天使が2、狂乱のトリクスが3、崇高な天啓が2、夢さらいが1、風読みのスフィンクスが1、平地が10、島が10、寓話の小道が4ということでね。はい、ビッグフライヤー。結構大きめの、ここら辺のクリーチャーも普通に出せるのが結構強みかなと思います。悪残の天使とかがね、結構早い段階で出るんで、アグロがビタッとね、止まってくれたり、まあ、夢さらいでもそうなんですけど、そこら辺がやっぱ強いですね。で、ここら辺が出た時に崇高な典型でそいつらをコピーしていければ、まあもうほぼほぼ勝ちじゃないかなっていう感じですね。はい、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。